はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、一週間お疲れ様でございました。なんとか私も、行けまして、まあ、まだ休職中なんですけれども、一応、出社訓練3週間かな、終わりまして、まあ、なんとか、やってて、来週、一応、復帰できるかどうか決まるというところでございます。で、今日は、マネックスの決算発表だったということで、マネックス結局全株持ち越しさせてもらって、で、結果としては、前年度ベースで言うと、利益が 4.4 倍。で、配当もまあ、上げますというところで、良かったんじゃないかなというのが、素直な感想でございます。セグメント別に見ると、やっぱりコインチェックで、ボロ儲けしてるというところで、まあ、この状況が続くのであれば、いけるんじゃないかなというふうに思ってます。で、先ほどまで、松本社長の、決算説明会、ウェブでやってるので、それを1時間半見てですね、そのことと、あとまあ、それと同時にですね、Yahoo 掲示板で、みんな実況中継みたいな形でしてたりとか、Yahoo 掲示板の人が、なんていうんですかね、質問したりとかしてですね、なんかいろいろやりとりしてたので、説明会もまあ、なんですかね、しっかり話してくれて、まあ、すごい分かりやすかったですし、個人的にはね、質問コーナー結構好きなんですよね。45分くらい撮ってくれてるんですけども、私も2つぐらい質問させてもらって、いっちゃん最初に書いたやつはね、読まれたんです。で、それに結構満足してて、前回から、そのマネックスの対応に関してはすごい満足できているので、こういう会社に投資したいなと思ってますし、多分証券会社で投資したいなと思ってるのってネット証券なんですよ。松井証券、マネックス、SBI、そんなもんかな。あと楽天か。楽天ぐらいなんですけども、楽天はまあ、楽天証券で上場してないので、違うんですけども、まあ、言うたらネット証券、がこれからやっぱり主流になってくるんじゃないかなというふうに思っているのと、やっぱり対人販売がもう、手数料ガバガバって言ったらあれなんですけども、バカ高いんで、バカ高い手数料で、売っていかないと、会社の利益にならないんで、もうそれはもう構造上仕方がないんですね。それはもう銀行も、証券もそうなんですけども、金融機関の宿命といいますか、もうだからネット文化になってきたことによって、今後衰退する可能性が高い、ような業態になっているので、そこからちゃんと脱却できているかどうかっていうのが一つと、あとまあ自分たちで別でなんかいろいろ持ってるっていうのが一つあると思ってます。で、まあ銀行であったら私セブン銀行を推してるんですけども、そういう言うたらもう銀行員がもうそもそもいない業態でやってるところっていうのは、やっぱりその既存の銀行に比べて一歩先を行ってて、そういった意味で、マネックスは一歩先を行ってる証券会社というところで、前から注目してたんですけども、それにコインチェックっていう、言うたらまあ、一度は、不祥事を起こしましたけども、そこを買収したことによって、業界ナンバーワンの、言うたら、仮想通貨、取引所をですね、持ってるというところで、コインチェック、マネックスに注目しているというところでございます。で、決算内容を見たんですけども、やっぱりまあコインチェック一本足打法のような感じにも見えますけれども、まあ意外と国内のコインチェックじゃない、マネックス自体もですね、5兆円ぐらい、言うたら預かり資産があって、まあその中で手数料だけでも結構な、額ですね、定期的に稼げるような体制になっているので、なかなかいいんじゃないかなと思っている次第でございます。うん。で、まあ、アメリカの方も、まあ、そこそこ、うまいこと言ってるというところかな。な感じで、見て取れるので、いいんじゃないかなと思ってます。まあ、アメリカに関してはちょっと、今期は、言うたらあまり良くなかった、嫌に見えますけども、まあ、先行投資してるので、その分が赤になってますというような、まあ、ちょっと言い訳じみたところだったんですけども、それでもですね、一応決算説明会自体は、結構納得できるような内容だったと思いますし、まあ、もともと、昨年度比で言ったら、利益 4.4 倍っていう、むちゃくちゃな数字だけ出してるので、多分、よどみなく喋れたんだろうな、社長たちもっていうような感じでございました。で、まあ、今後、
どういうふうにしていきたいかということを結構話してはって、まあ、どういうふうにしたいというか、まあ、主に株価対策とかのことを結構質問している感じですよね、私含めて。で、株価としては今738円だけども、やっぱり2000円は目指していきたいと。SBI、を言うたら超えていくような存在になりたいなっていうところで、時価総額ベースでは、まあ、大体株価2000円ぐらいを目指していきたいっていう話であったりとか、まあ、今の株価水準っていうのはやっぱり安すぎなんちゃいますかっていうのは私も質問させてもらったんですよ。おじさんとして質問させてもらったら、まあ大体それぐらいの額、まあ大体今の2倍ぐらい、っていうのは、まあ自分を狙えるんじゃないかということを言ってたので、それを信じてですね、言うと持ち続けるっていうのも一つなのかなと思ってるんですけども、まあ、もっか私信用で全部買ってるので、まあそれを回転させながら、言うと持ち玉を拡大しながらやっていければなというふうに思ってるという感じでございます。うん、そうですね、まあ、とりあえず決算持ち越しをせざるを得ないぐらい株価下がってたんで、仕方なく持ち越したんですけども、ラッキーパンチが当たったような感じなんですと。ただ掲示板の状況や、PTS 夜間取引の状況ではそこまでのねビッグサプライズじゃないよみたいな感じで言うてるところが結構あったりするんで、正直なところ月曜日にならんとわからんなと思ってます。で、普通この言うたら高決算の数字がボーンと出たら多分ストップ高になっても全然おかしくないぐらいの内容だと思ってるんです。特に820円から738円まで下げてるんで、そこの間は一気にギュッと埋めても全然おかしくないなと思ってるんですけれども、まあ、そこはおじさんが言ったところでですね、どうこうできるわけでもないですし、今 PTS は750円ですし、まあ、土日挟んで、まあ言ったら日経平均先物の話もありますし、ビットコインの言ったらまあ価格がこの土日でどう動くかにもよるので、なんとも言えないなというところでございます。個人的には760円から770円スタートで、上げていってくれて800円目指してくれたらまずはいいかなというのと、まあ、年内1000円に向けてね、行ってくれればおじさんの言うたらお金もまあまあ増えるんで、なんとか食っていけるかなというところでございます。今手持ちがね2万円ぐらいしかないんですよね。で、2万円ぐらいしかなくて、11月19日まで、暮らさないといけないっていう鬼のような状況になってるんで、まあ親から金借りるか、そうなんです。債務整理なんでね、ローンじゃないよ。カードを使えないし、言うたらまあ、サラ金でも借りれないしっていうところで、困ってるんですよね。困ってるんやったら株売れよって話なんですけども、株は売りたくないっていうところなんで、まあ難しいところですね。という感じでございます。うん。そんな感じです。まあまあまあ、もう最悪株の信用をちょっと解消して、現金作ってちょっと引き出すかなっていうところなんですけど、それにしてもまあとりあえず月曜日に上げてもろって、今ね、マイナス12万ぐらいなんですよね。信用の含み損が。信用でやって12、3万利益出して、それがまた元に戻るような形で含み損バーンと来てるんで、それが見えたらバッと上がれば、まあ手放しやすいかなというふうに思ってるんですけども、はてさてというようなところでございます。すいません、株の話ばっかして。というところで、マネックスの決算と、説明会を聞いた感想についてお話ししました。明日、明後日が多分暇なんで、ちょこちょこ、言うたらまあ動画上げていこうと思ってます。あとはまあ、今週末選挙なんで、選挙のことについて語るかどうかわかんないですけども、まあまあ、動画上げれるだけ上げてですね、あとはまあ、京都に行くかな、多分、と思うんで、上げられる本数はちょっとわかんないですけども、まあ、何らかやっていければなと思ってます。おかげさまでね、また、地味に、登録者増えてまして、175人になりましたというところで、まだ登録されてない方は、ぜひ登録してくださいというところでございます。1000人行くのを頑張ろうと。いうのはいつも言ってるんですけども、まずは200人いければなというふうに思ってます。以上です。